スーパーで販売される FSFS FS はトルコのイスタンブールに本社を置く飲料企業及びその主力商品であるビールのブランド名である FS ビバレッジグループは1969年に設立され今日ではトルコ、ロシア、カザフスタン、モルドバ、グルジア、セルビアに合計16のブルワリーを保有している FS という企業名は イズミルブルワリーの傍らにあった古代都市、エフェソスから取られている。f ス・ビバレッジグループは、アナドルグループの参加に入っている。f ス・ビバレッジは、トルコ、モルドバ、グルジアで市場をリードする立場にあるほか、カザフスタンでは、市場2位、セルビアでは、市場3位、ロシアでは、市場4位の実績を持つ。FS はベラルーシでも高い市場シェアを有しており、近年ライセンスを取得して、 ドイツでも生産を開始している。販売量ヨーロッパ第8位、生産拠点での生産量ヨーロッパ第5位のブルワリーとして FS グループは合計で最大340万リットルの容量を持ち、最大で23万6500トンのビールを生産可能である。FS グループは世界のビール市場において第12位の実績を持つ主力商品は FS ピルスナービールである。 米は発酵過程において香りづけになら貢献しないにもかかわらず、醸造段階において米を加えることにより独特の味わいを持つという主張がなされている。このビールはピリリとしたモルトとホップの香り、口に豊かなモルトの味わい、そして辛味とホップの味わいが出て苦味と甘みが最後に口に広がると表現されており、1981年。 モンドセレクションブリュッセル金賞、1979年のゴールデンカーリアスナインティーンスカーリアス金賞、1973年のセレクションマンディオレイパリ金賞、1972年の第12回世界ビールノンアルコール飲料、セレクションスタウトビール部門金賞と白ビール部門現象をはじめ、これまで数多くの賞を受賞している。f s ベバレッジグループは、 トルコのイスタンブールに本拠地を置くバスケットボールチームでヨーロッパの14の国の王者が出場する国際大会ユーロリーグにも出場しているアナドル FSS 系のメインスポンサーでもある FS ピルゼンもまたトルコのフットサル一部リーグのリーグスポンサーとなっている復刻版の f スピルゼンの瓶 FS の主力商品であるピルスナービールに加えて FS ダーク、FS ライト FS エクストラ、FS アイス、FS ダークブラウンを含む数種類の他のビールを生産している。トルコで販売されているすべての FS 製品には異性化等が使用されている。FS ビバレッジグループ下の他のブランドとしては、グスタ、そして FS 社の白ビールブランドであるマリアーキシリーズがある。マリアーキシリーズはライムもしくはリュウゼツランの味わいのあるビール、マリアーキの他、 マリアーキブラックが販売されている。また、マルマラシリーズでは、アルコール度数の高い、マルマラクルムズや、マルマラゴールドが生産されている。また、この他に、リトミクスと呼ばれる果実のフレーバーが付けられた、ノンアルコールモルト飲料が生産されている。トルコ国内では近年、FS ビールグループを通じて様々な国際ブランドの、ビールを醸造、販売、配布されている。 この中には2000年から販売されたミラーや2002年5月から販売されたベックス、2005年3月から販売されたホスターズ等がある。国際市場においてはこれまでに述べたエフェス製品の生産に加えて異なる味わいを持つ様々なローカルブランドの提供を行っている。エフェスが生産しているローカルブランドとしてはロシアのストリメルニック、ベライメドベド、 ゴールドマインビア、ソコル、クラスニーボストーク、ボストーチュアバーバリア、ジグレフスコエ、ポルニーノカウト、グリーンビール、ドルチェアイリス、シブビール、ヤンタールノエ、ソロドフ、エルシストエ、バルハトノエ、ボゲムスコエスベトロエ、アキバーズ、カザフスタンカラガンダのカラガンディスコエ、モルドバキシナー工場のビタンタプレミアムクラシック、セルビアモンテネグロのバイファート、バイファートベロ、ピルズプラス、 ザジカースコピボ、スタンダードなどがある。このようなローカルブランド製品は、FS グループの国際部門の収益増加に貢献し続けている。さらに、FS ビバレッジグループは、ドイツのバルシュタイナー、オランダのバーバリアプレミアムやグロール種、チェコのスリタプラマン、メキシコのソルをロシアにおけるライセンス下にて生産している。傘に表示される。 エフェスの広告トルコ国内市場では84%のシェアを有するほか、エフェスはアフリカ、アジア、ヨーロッパ、北米、オセアニア合わせて50カ国以上の国に商品を輸出している。イギリスではパブチェーン店であるウェザースプーンにて販売されている。エフェスはトルコ国内でコカ・コーラ社のフランチャイズを行っている企業としては最大のシェアを獲得しており、 様々な清涼飲料水を生産している。コカ・コーラ社の CEO であるムフター・ケントは1999年から2005年まで FS ビバレッジグループのトップエグゼクティブを務めていた。2014年現在の FS グループのトップはアレハンドロ・ヒメネスであるが、彼もまた1973年から2001年までのアイダコカ・コーラ社やその子会社であるパナムコで働いていた。 FS ビールグループの主力である FS ブランドは2009年4月にロゴやラベル、ボトルデザインを一新した。ありがとうございます。